ダーケータクト、Sランク装備、銀河の剣、おすすめ効果考察、錬金100連。おはようございます。こんばんは。タンチュンです。本日は、ドラクエ9イベント第2弾、スタートということで、早速、メインの S 装備錬金をやっていきたいと思います。よかったら、チャンネル登録、よろしくお願いします。お品書きとしましては、1つ目、装備の集め方。2つ目、錬金効果考察。3つ目、錬金100連。やっていきたいと思います。それでは早速一つ目、錬金素材を集めるということで、冒険イベントのこちらの魔物にも優しくというところが今回新しく来ております。各ドロップキャラとか A ランク武器、ガナサダイの武器ですね、この辺を回っていただいて、各魔王の地図ですね、これは普通の秘境の地図とかよりドロップ率高めとなっておりますので、この辺をまず集めていきましょう。まあまあそれなりに落ちると思います。そして、その各魔王の地図で、こちらのクエストですね。竜王、シド、ゾーマ、デスピサロ。こちらのレベル50、75、99っていうのが、ハード、ベリハ、EX 相当となっております。こんな形で3段階設定になってるんですけども、ちょっとやったんですけども、ゾーマとデスピサロに関しては、EX、レベル99のオート周回はまあ無理だと思った方がいいです。まあ無理ですね。手動でもね、結構難しいクエストとなってますので、今回は、レベル75を回っていただいて、レベル75でもですね、ベリハ相当かな ?2 枚から4枚の武器ドロップしてくれました。で、とりあえず各ステージ回って、ゾーマとデスピサロ20周ずつオートで回ったところ、約100枚ぐらい落ちましたので、めちゃくちゃ頑張って集めなあかんかって言ったらそんな感じではないと思います。スキップチゲットね、ここに使うのも結構もったいないと思うので、まあ、自動周回、ベリハぐらいで、75ぐらいで回って集めていきましょう。まあ、75もきついっていう方はね、別に50で回ってもいいと思います。そんなに今回はそこまで重要ではありません。では2つ目、錬金効果考察やっていきたいと思います。では装備錬金の銀河の剣ですね。はい、基礎効果としましては、HP プラス30、攻撃力プラス30となっております。特殊効果としましては、稀に星石砕きの追撃かな。こんな感じでついております。自分が攻撃した時、追撃できる位置にいる場合、攻撃対象に稀に追撃すると。これ素晴らしいですね。まあ、何が素晴らしいかって言ったら、無属性の追撃がついてると。類似装備で言うとですね、こちらのオチアーノの剣、稀にライバの追撃なんですが、攻撃対象に稀にの確率は同じなんですけども、ライバの追撃なので、デイン属性の攻撃になるんですね。こちらのね、お知らせの一番下の方を見ると、稀に星石砕きの追撃は、射程1マスで敵1体に威力 50% の物理ダメージを与え、さらに守備力を時々下げると、デバフ効果がついてるんですね。これ見た時に、あ、めっちゃすごいなと思いました。守備力デバフという特技がですね、まあ、一定のキャラしか持ってないにもかかわらず、この装備をつけるだけで、まあ、射程1なんですけども、物理 50% のダメージを与えつつ、デバフ特技が誰でも使えるようになると。これはすごくいい装備だと思います。それで、この落ち穴の剣に関しては、基本 HP 盛りが推奨とされてますので、攻撃力もプラス14しかないと。そんなに追撃のダメージも出ないよというところなんですが、今回私ね、この装備つけて、アームライオンとか、ダークドリアムでちょっと検証してきました。アームライオンで、まあ、大体3回に1回ぐらいめった切りしたら、追撃出て、ダメージ130ぐらい出ます。ダークドリアムやったら、160ぐらい出ました。一応攻撃660で、相手の守備力296。これでダメージがね、160出たんですよ。追撃で。これ結構素晴らしいと思います。魔人の絶技で、まあ、380の5発、まあ、1900ダメージが出たとして、2000にちょっと届かないと。プラスアルファはこの追撃が出ることによって、さらに守備力ダウンを入れつつ、ダメージプラス160ぐらいできると。しかも今この銀河の剣をつけていかないといけないので、攻撃力がね、ここには乗ってくるっていう話になるんですよ。これが今回のポイントやと思います。ということで、錬金抽選一覧見ていきましょう。今回これもね、めっちゃいいですね。種類が3種類しかありません。攻撃、HP、素早さ。はい、この3つしかないので、結構揃えやすいと思います。あとはね、色味をどれだけよくできるかっていうところでしょうか。はい、HP がね、最大プラス57、最大が171と。まあ、オチェ剣よりね、100ぐらい低いので、まあ、ここは丸ぐらいかな。まあ、狙いは後でまた伝えていきたいと思います。そして攻撃力がプラス10、最大30ですね。デフォと合わせて最大60まで上げれますので、マックス上げれば基本の破壊の鉄球を最悪超えることもできるし、同等の威力も出せると。そんな剣となっております。基本はね、剣は HP 盛りが推奨となってるんですけども、
今回はプラス80とかがないの で基本のね HP も低いので、今回はね攻撃力を狙っていくのが一番いいんじゃないかなと思います。最近ね攻撃力が高い装備がやっぱ HP 盛りを作りがちで、どうしても攻撃力を上げていこうと思うと破壊の鉄球しかなかったりとか、あとまあ 3,40 ぐらいしか上がらないなみたいな、 40,50 上げれる装備がちょっと少ないなっていうところで攻撃でいいんじゃないかなと思います。でもう一個素早さってあるんですけども、まああえてこの追撃付きの銀河の剣で素早さを調節する必要もないかなと思います。なのでまあここは三角から×というところにしておきましょう。まあ狙いをねちょっとまとめていくと、稀に星石砕きの追撃、これが威力 50% の物理ダメージなので、攻撃力を上げるだけ上げれば追撃のダメージも乗っていくと。しかも守備力も下げていってくれる可能性があるので、追撃のダメージも上がっていきます。時々守備力デバフを誰でも使えるようになると。これ多段攻撃のねキャラにつけるとかなり有効的かなと思います。今回のこの S ランク装備、かなり使えるレギュラー装備になるんじゃないかなと思いますので、ちょっと厳選してってもいいかなと思います。ということで狙いは、私は攻撃力3つ盛り、できるだけ色味を良くする、まあ、ラインとしてはプラス54号ぐらい以上は狙っていきたいなというところでしょうか。まあ、よくねダークドリアム、魔剣士ピサロ、この辺をねよく使うと思います。まあ、射程は1なのでその辺だけ気をつけて十分使える装備になるかなと思います。でワンチャンですね、どうしても3つ盛りが揃わないよと、で色味がねたまたま出たとこ勝負なので、 HP1 攻撃2がついたと、ここで金以上、虹金金とか金虹金とか、虹が1つ2つ以上あって HP が57、攻撃が19とかついた場合、全然それでもいいと思います。破壊の鉄球がね59プラスアルファの HP が65なんですね。これに対して HP57 つけば 87HP が上がるのに対して、攻撃力がね49とか50もしつくことができれば、まあ色味の悪い攻撃力3つ盛りよりはいいんじゃないかなと。777で51ぐらいしか盛れないんだったら、49盛れてて HP も50盛れる方が使いやすいよねっていう形になりますので、一概に3つ盛りだけが正解というよりは、できるだけ色味を良くして汎用的に使える装備にするのがいいんじゃないかなと思います。はい、ということで私はねできるだけ色味のいい3つ盛り作りたいなと思いますので、早速錬金の方やっていきましょう。レッツゴー。さあ行くよ。はい、122個溜まったので乱数からいきましょう。さあ早めに終わってくれてもいいよ、結構きついからね。ゴールドも、お、早速いいの出てくるじゃん。16と素早さ16、いいですね。早速変えていきましょう。いや、この装備強いと思います。めちゃくちゃ強いと思う。いいよいいよ。さあ銀河の剣、 HP はいらん言うてるやろHP はいらない。今回は HP がいい色で揃っても攻撃狙っていった方がいいと思います。118の40、まあ、これでも十分強いけどね。ただ攻撃力に持った方がここはいいかな。一応変えとくけど攻撃2は最低欲しい。うん、これではきついね。88の91、あ、上の方が攻撃高いからダメ。これはねちょっとゴールドかかってもね錬金していきましょう。いくよ。こういう時にね HP がばっか揃うんですよね。攻撃ください。なんなら虹3つください、お願いしゃす。です。はい、ダメ、一瞬で終わっちゃうからね。まあ集めやすいってのはあるんけどね、今回集めやすいってのはあるんですが、銀河攻撃少なめやな。素早さが邪魔する、 HP が邪魔する。まあ攻撃しか狙ってないからね。星石を砕きたいんだ、追撃来い。攻撃全然出ないな、全然攻撃が出ないですね。攻撃2も出てないな、まだ。あれ、どういうこと。攻撃2出たけどどうかい。色味はいいけどバラバラ。ここでハイブリッドよりはやっぱ3つ揃えときたいですね。55、6は欲しいな。どないですか、どうですか。あ、悪くない悪くない、これは悪くないよ。18の51、うん、これは結構使えると思います。なんかデフォルトみたいなもともとこういう装備ですみたいな感じの色味きたなHP81 の攻撃48、うん、全然使える。追撃がねめちゃくちゃ優秀だから、最悪これでも使えるけど、虹欲しくない。やっぱねレインボーがこう光る感じがね、錬金はいいんですよ。色味がねこれがね欲しいんです。プラス10が欲しい。ただの願い、星に願いを砕かないで、私の心を、砕くな銀と銅ばっかりやねん。サクサク終わるね、サクサク終わるけど、
濃い素早さ3つ、いらん、いらない。ダメですか、どないですか。あーまあまあ素早さ16ね、まあありなんだけど HP の方がやっぱ使いやすいし、今回は攻撃なんです。攻撃の追撃を砕くんです。なんじゃそりゃ。お、いい色味きたよ。ちょ待って、これこれいいんちゃう、これ。うわー、めっちゃ色味いいのに銀が6っていうね。銀これ76なんですよね。で金が89なんですよね。うわー、16の57、めっちゃ色味いいけど全然上の方がいいっていうね。うわー難しい、惜しいな、これくそー惜しいな。ボッシュ、あ、シット、カモン、うわわわわわわわ、いったー、ありがとうございます。終わりました。さあ、あとは数字が8か9か、どうですか。9、ありがとうございます。 Thank you very much star、 ナイススターです。28ということで、攻撃力3つ虹入りで揃いました。 HP は30ですが攻撃力が58と、破壊鉄球と1しか変わらないですね。追撃がついてるので守備力を下げていけば破壊の鉄球よりダメージが出せると。素晴らしい。いやもうこれはね、ゴールドがもったいないんで、もうこの辺でね終わっときたいと思います。まあ、80連ぐらいやったかな。今回種類がね少ないのでワンチャン揃いやすいかなと、あとは色味次第かなと思います。ということで本日は銀河の剣、おすすめ錬金効果考察と錬金80連でした。まあ、第2弾イベントも次の3月23日かなの更新まで、まあ、1週間ぐらいありますので、ジェムの在庫と相談しつつ、まあ、ゆっくりまったりやっていきましょう。ということで本日はご視聴ありがとうございました。またね、バイバイ。